村山主源は村山における富士山の主源道。富士主源とも言う。村山主源は主源道元山派に属し、正五院門跡の自家松にあたる。また村山主源は富士山信仰において主源道を中心とするという点で特徴的であり、これは五市などを中心とする吉田や川口、諏訪尻などと大きく異なる。平安時代成立の 地蔵菩薩霊元気に、松大商人、土蔵うんける。彼の仙鶴ヶ富士のお竹を、廃したまふに、その見花をも彼の竹に、就寝して、ふもとの里、村山と白須初日、おしめ、とあり、古来から富士信仰の中心地であった。欧永五年の、伊豆荘、湯山三つ子飲料関東地行地注文案には、一、寸州富士村山寺とあり、当初村山修源は、 伊豆荘、湯山光公院の末寺として存在していた。村山浅間神社の境内には、村山修験における祭事などで利用された水掘り場や、ごま壇などが残る。水掘り場では同社によってみそぎが行われた。竜頭が、池という場所から水を引き、それを清水として、滝に打たれて、身を清めた後、不動明王に安全を祈願したとある。富岳の木では村山を、このように表現している。 浅間の社あり。某支配にて、地に志望、大鏡某、辻の某三人、ハージャリなり、山伏十一人ありこのように、浅間神社を中心として構成され、村山三某が支配し、山伏など主言道の形態を有していた。村山主言は、対外的には、富士五里という信仰形態を確立させている。諸国図へ年中行事体制によると、 富士行者が水辺にて水掘りを行うことにより、富士山系と同様の意味を持つ行であるという。この富士掘りを取り仕切る集団に、富士掘り行き家というものがあり、大鏡棒が証拠院に取り付け、村山修験先導のもとで行われていた。村山の地はと山道を中心として成り立つ。富士山修験道の階層とされる松大商人が、富士山町に第二寺を立って富士山修験道の基礎を、 気づいた。その後、松代の流れを汲むタケルが村山に富士山教法寺を開き、村山が富士山修験道の拠点となり、村山修験が確立された。13世紀前半に富士山南麓における登山が拡大したといい、14世紀初めには修験者による組織的登山が広まった。1429年には村山に発信門が建立される。 1482年に村山主元は正護院本山派に属することになったとされ、正護院と関わりが深い。開国雑記によると、文明18年に正護院門石の道京が村山を訪れている。また、これが村山主元と正護院の関係を示す最初の資料である。村山主元は今川氏の被護を受けていた。今川氏は、 富士山教法寺を管理する村山三宝に置き手を定める文書を繰り返し発布し、富士山系の同社の取り締まりなどを行った。今川氏による浅間神社や富士信仰への権力的な介入は顕著であったと言われ、村山主源に対しても同様である。これは同じく富士山独地域を支配、管理する立場であった武田氏や小山田氏と比べても特徴的であり、 特に、今川義元の代から顕著になったと言われる。例えば、天文22年5月25日の、義元から村山三宝大鏡坊への文書の七箇条に、1、小村山室中、不可魚類障害、並びを愛不上者不可出入時とあり、村山大族会と区別される聖地と定めていることなどは、特徴的である。これらと同種の文書が、今川氏により、天文24年、 工事2年、A63 年、A610 年にそれぞれ発給されている。昭護院本山派の方針能は、慣例として、たびたび村山に参拝を行っている。元禄年中に、道村方針能、聖徳4年に、道省入道新能、法暦7年7月には、蔵省新能、文化4年3月には、永二方針能、天保12年9月には、 勝ツヒト放能などの参拝が確認されている。江戸時代後期に入ると村山主元は衰退していき、神仏分離令が決定的となって事実上廃されることとなった。駿河国神風土記によると、江戸時代初期の段階では600個余りが村山に存在していたが、18世紀半ばでは70個まで減少していたという。なお、昭護院との関係は、 現在も続いており、7月1日の富士山海山祭では、昭和院の主験者が中心となり、村山浅間神社に手ごま滝を行っている。ありがとうございます。